ってこと一瞬これなんか舐めとんねん、もう考えすぎちょっと俺まで聞き寄ってた何言っちゃうかと思ったのがね一トンの毛糸とか無理やし業者の考え業者のすぐ建設会社持ってこうかすぐいやちょっと深く考えすぎてるかもしれない難しく考えはい、第6問間違いない剛くんのお父さんは5人の子供がいます一郎、二郎問題なさそう剛くんのお父さんには5人の子供がいます一郎、二郎、三郎、四郎あと1人の名前は五郎ご強し強しちょっと考えすぎ、わかる普通にすごいね普通にゴロとかじゃ面白くないでしょシンプルに、シンプルに考えていたからちょっと、ちょっと心配になってくるえ、なんで一郎剛くんのお父さんには5人の子供がいます、うん、一郎、二郎、三郎、四郎、うん、あと一人五郎やろ五郎じゃなかった、何剛くんのお父さんには5人の子供がいます一郎、二郎、三郎、四郎、あと一人わかったんだか小学生がわかるあ全然わからん剛やろちょっと答えるときはピンポンってしてからお願いしますねはい、強くいや、俺全然もうボケも見つからんしいやこの光景が結構ボケわかる全然わからんしんちゃんも分かってないえ今の俺らこのクイズの中にいましたよクイズの文の中にいましたよ頭想像してみてください剛くんのお父さんには5人の子供がいます一郎、二郎、三郎、四郎あと誰剛くん正解そういうことこれちょっとなんかがっかりするちょっとね、もっとなんかハイレベルなやつが欲しいよねいや、これはレベル高いと思うレベル高いレベルは高いと思うけどクソって思うよどんどん来いちょっと待って意味が分かって、その剛の意味も分かってないその意味が一郎じゃそういう剛くんのお父さんに5人子供だろで4人名前言ったやろああ剛くんのお父あそういうことかあ分かった分かった剛くんあそういうことね本当日本語って難しいねしょうがない俺はハーフだけなうんそうやね半分日本語分からんしか分からんでも韓国語もっと分からんもっと分からんちょびちょびしようときは喋れたけどね税関倒産でこうするね、ね、こうしようとやつで喋れたけどね、もう分からんね。はい、じゃあ第7問。はい、剛くん。もう正解。正解。なんか爪痕残さないからね。はい、すいません、編集長。今のマットね。上何倍かあったら大変やろうが、大人も。はい、停電したので、ろうそく10本に火をつけました。ところが風が吹いたので3本消えてしまいました次の日残ったのは何本ですか停電したのでろうそく10本に火をつけましたところが風が吹いて3本消えてしまいました次の日残ったのは何本ですか10本ベベー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 ベ
停電でも別の人に押すのが面白いけど確かに停電停電してろうそく10本に火をつけました。ところが風が吹いて3本消えてしまいました。次の日残ったのは何本ですか。それなんかこうなんか文字が出てこんさ、なんか同じやつとこで見たいよね。ん、何同じやつ、同じその今言いようやつ見たい。あー文章、ね、文章見たいね。見たら分かりやすいので答えも見えるやん。そう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 、あ楽しいやん答えが分かってどんだけボケれるかって楽しいな。あそれね。停電してろうそく10本に火つけました。ところが風が吹いて3本消えてしまいました。次の日残っていたのは何本ですか。3本。でも理由が分かってないよね。3本でもちゃんと鳴らして、ここで押さない。あーグーンってね。いやこれ普通に考えたらそうですね。なんで3本。ろうそくですよ。ろうそくが10本火つけてください。10本つけたでふーって3本だけ風吹いて消えちゃったんです、うん、火がそうだね、うん、おーそれいい。そのまま停電したままだったら朝まで時間が過ぎていったら朝には何本残ってましたか。あ、溶けてなくなるけど、うん、正解でーす。最初に消えた3本が残った。コードやね、これ。あ、そうか、3本かこれコードすぎるやっぱ。ほんとコードすぎるよ。ここに座ってみろって話よね。マジで、うん、どれだけ緊張するのね、ここね。緊張はせん。緊張してない。緊張しかしてない。ほんと。ね、緊張しとるよね。いつも通りじゃないもんね。自分で代弁しよう、はい、大丈夫。誰かヘルプに入らない。絵的に面白くないかもしれないね。面白いか、うん、そうだね。いいよ。じゃあ第8問。太郎くんは焚き火をします。今から焚き火をします。ろうそく、新聞、紙、木の枝を準備しました。マッチは1本しかありません。ライターもです。マッチは1本しかありません。さて何から火をつけますか。俺そもそも今言ったの、あ、怒られてないでしょ。君の心に火をつける。あ、そういうことじゃない。あ、そういうことじゃない。あ、違う、そういうことじゃない。ろうそくと新聞と紙と木の枝、この4つを準備しました。で、もうマッチは1本しかない、うん、まず何から火をつけますか。ろうそく。違う。まず最初は何。ああマッチや。はい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 、マッチ。最初に火つけるよね。なんかちょっとひにくれた大人になりすぎたことあるね、私はね。そうかもしれない。純粋で言ったら、いや俺真剣にちょっと考えよ。全然思いつか。考えたら一級さんならないか、お前。一級さんならない。第10問、これで最後です。お酒は20歳、タバコも20歳、車に乗れるのは何歳から。0歳。ああ当たった。すごい。俺もあったんよ。そうだね、うん、0歳で乗れるのはでしょ。正解です。俺ら知能が一緒やもう一緒に自信満々やったもんね。せーのって言う方ね、今ね。そうそうそう、一緒に答えてきて今のだけや、最後今すぐ分かったよね、うん。以上になるんですけども、思った以上にできなくてびっくりしました。だって俺たちですよね、うん、俺たちよ。あ、なんか納得できなかったなずなちょっとなりましたけど、まあ最後2人の答えが一致したんで面白かったです。じゃあじゃあね